やっぱり賢い人は気が付いたんだわ。ちょっと待って、これ全てのコンピューターの基本データ構造、トンネルアレルゾムやったらやばくない？ハッキングできないマシンできちゃうよねってことなんだけど、ハッキングできたとしても必ずハッキングのトレースが残っちゃうよねっていうさ。それで簡単に言うと日本政府とアメリカ政府、具体的に ATR とカーネギーメロンの中で特許の取り合いにで問題になったのよ。どっちが得で ATR は ATR を取るイコール日本政府が特許を取る。なぜかっていうと、そのアルゴリズムを開発した時、俺は ATR にカーネギーメロンから出向してたのね。でなんでかっていうと ATR って分かる？アドバンステレビコミュニケーションリサーチ、当時は自動翻訳電話通信研究所っていうところにいたんだけど、国が今あるじゃんポケトークで、それあの時代はまだないんで80年代その時にその電話で喋りゃこっちでできるってさ、いや俺 I have a headache ってもうできてます。それ怒られたんだよ本当に。 ATR が始まった最初の頃に ATR がお金くれて、これから15年の国家プロジェクトを日本で自動翻訳電話作る時にアメリカで俺が作っちゃったら I have a headache 頭痛い I have a headache って言って、あれちょっと待ってできてるんじゃないですかって、なんでお前ら予算年間150億の当時150億でかいからね ATR 年間150億の国家プロジェクトが始まった時にあれ金のすげえ怒られて、お前何考えてんの俺が怒られたんじゃなくて松下電器の人がそれ日本に持って帰ってきて発表しちゃったんだよ。松下電器まだうちのメンバーじゃないのに、それ後で富田さんがたっぷりお金の解決をしたと思うけど、もう言うなって言われたら富田さんこれ見たら怒んないんだよね。だけどあの時松下電器が仲いい人たちがいるわけじゃん。そでさ持ってって日本で発表しちゃったんだよね。だってうちの広い意味ではプロジェクトメンバーだからお金は入れてなかったのかもしれないけどさ、それで俺が怒られたら「お前何言ってんの、松下が発表してるよ」と「お前のシステムじゃねえか」みたいな。俺あの時頼んだの松下にさ、頼むから頭が痛い I have a headache っていうドメイン知識っていうんだけど違う知識にしてねって言って文法の作り方とか全部教えたのに松下に言うと面倒くさかったんだろうな。そのまんま NHK ニュースに出てるわけで、頭が痛い I have a headache ちょっと待ってよATR はびっくりしたんだよ。でお前それって ATR が金を払っての医者と会話のドメインはで、俺はそれは松下電器はうちで一緒に仲いい人たちだからさ、予算も入れてる人たち勝手に思ってたからどうぞ発表してくださいうちのメンバーだからみたいな形で見てたんだけど、どうも後で聞いたらまだ松下はお金出そうかな出すのやめようかなみたいなことだったのかもしれないね。もちろん後でさ富田先生もうその話題は終わったからみたいなだからきっと大人の解決したんだなって大学院生なりには思ったけど、これあんまり外言えないんだけどファクトだからさ、だって1980何年だからあるとあらゆることで時効になってんでしょ。で俺が怒られたのはその時にだいぶ怒られた「お前何やってんだ」ってATR が金出してる医者と患者の会話ドメインのやつを松下が発表して、それも今政府プロジェクト年内150億でこれから15年かけて自動翻訳電話を作りますっていう時にもうカーネギーメロンでできてるよ松下は製品化するよって言ってるみたいな、何やってんだみたいなぶっ飛ばされた記憶じゃあ俺悪くないんだけどって言い訳言わせてもらいます。ポケトークがあの時もできて、今のポケトークって俺らの技術で成り立ってんだぜ間違いなくさ。ただしこれはすごいけどね、その LR はそれ以前はおそらく N の3乗じゃ済まないぐらい遅かったやつを N の3乗未満ぐらいの少なくとも世界最速アルゴリズムを LR で作ったのは富田さんなのね。で彼は博士論文なんだ。だから富田さんの LR アルゴリズムに俺の単一化アルゴリズムをつけたカーネギーメロンは最速独走してるわけだ。でしょ、だからそれを ATR が丸々ライセンスしてくれて、でそのだから俺は言ったわけだ。で止めたアルゴリズム&止めちゃアルゴリズムで自然言語を解析するでもちろん生成をするっていうさ、その時に文法ってさでかいのよ。文法ルールあるじゃん。なんと言ったって語彙だってさ日本語の語彙コンピューターに入れたら230万語あるんだよ。230万語のその語彙と文法ルールは大量にあるわけだ。これは一つのデータ構造じゃん。この一つのデータ構造を使ってその新しい文章から仮説がどんどん生成されるわけだ。で仮説をどんどん生成すると大量なメモリを含む CPU を食うじゃん。で問題なのはいいけど文法構造のデータ構造を使っちゃうと仮説が作ってる間に文法構造が同じデータから壊れちゃうじゃん。で元のデータを壊さないままどんどん仮説を作っていく。で仮説でこれを使いますよでやばいと思い失敗しても捨てても元のデータ構造は維持される。これは単調性が必要なの。わかる？グラフ理論でグラフをどんどんやっていくけど過去は絶対壊れないでしょ。でそのためのグラフアルゴリズムで単一化のグラフアルゴリズムで世界最速が友達アルゴリズムなんだけど、だからノンディストラクティブユニフィケーションアルゴリズムですよね。それは文法を高速な言語処理のために必要だったわけだ。それでそれまでペレイラとかウォルブスキーとか有名なその数学者だったりコンピューターサイエンティスト作ったやつがみんな遅くて使えないんだよ。で止めてあれぐらい早いけど単一化でもうどうしてもしょうがね俺は作るかって言ってそれで世界最速を作ったんですね。だから作ったとこはカーネギーの1000系億だったら余裕できるんでというのでスケーラビリティ考えると友達アルゴリズム圧倒的に強いですよっていうのは友達アルゴリズムは実は知識表現の汎用的なデータ構造を扱うイコールグラフを扱うための世界最速アルゴリズムとして生み出されて90年に発表して91年にその自ら記録を破る新アルゴリズムっていうかデータ構造をやってからその2000年近くまで10年以上友達アルゴリズムに挑戦っていう論文が出て結局誰も勝てなくて。そのまんま世界最速の座をいまだに維持して挑戦していいですよ。少なくとも世界の科学者は誰も俺に勝てなかった。俺の博士論文のうちにソースコードを貼ってある。それを打ち込むだけで動きます。抽象度という概念でありそしてそれを表現するっていうのは存在論っていうのは今のオブジェクトシステムであり皆さんが使う人工知能の全部の基本じゃでしょ。でそれの全部の基本を使うアルゴリズムの世界最速は俺なんですよ。その中の世界最速アルゴリズムで俺が発明しましたよ。それはまだ挑戦してごらん。2000年まで結構論文来たけど誰も勝てなかった。私には1000系より速いアルゴリズムってないんだからでしょ。ただし挑戦してくれるのはウェルカム。ね、